進まないっすね。機敏だね。こっからかもしかして。あ、でも100つでな。その説はあるかもしれんな。ガンプラは普通に手に入ってたもんな。じゃあレベル3いくか。うわ、ドロロだ、強そう。もうすでに動きが違うんだけど。やったやった、頑張ればいけそうだな。粘り強くいきましょう。よし、オッケーオッケー。前に出てきてくれると助かるな。待って待って、タッチピン反応しなかった。辛い。なんか余計なことを考えないで。あー、クソ入れちまった。初失点。あっちゃ、なんか前もあれか、メダルで買う方式だったような気がしたよ。てて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 。やったー、勝ち。ピピ、時間は短かったね。ロッキー、我が輩の勝ちであります。勝ちであります。結果発表。あー、銀だって。惜しい。辛い。ゾゴック、シャブロー攻略用に開発されたモビリスーツ。陸戦能力の高いゼゴックをベースにして開発される格闘戦に特化している。なるほど。わからん。これで100貯まったね。あ、やっぱり100貯まると。じゃあな、レベル3まで越さなきゃいけねえんだな。あ、もうちゃん来た。早くダイヤルを回してみるであります。風紀殿の愛読書でござる。月刊ウーか。まあ、なんつうか面白な雑誌。これじゃなかったね。いやいや、演習を始めることにしたケロロ。地下のプールでシンクロナイズスイミングをしようとするが合体しちゃうじゃん。ケロケロパニックであります。貴様、いい加減だらけすぎだ。そんなあまりにも一方的すぎるであります。我が輩の夢だって聞いてくれても。ああ、またなんだか揉めてますね。どうせガンプラ作りに忙しいだけだろうが。だからガンプラばかりじゃなくてテレビも。だからマジだろうが。だからザクとグフォロ違うって言ってんじゃん。それもいい、演習だ、本格的に鍛え直そう。ゲロ、演習やだよ、めんどくさいし、やこしい物見ようだ。今回何としてもやってもらうぞ、ケロロ。ゲロ、やっべ、かなり本気のようであります。もう分かっておりますよ。その代わり内容は大量より我が家決めるであります。文句はないでありますな、ゲロロ子長。まあ演習をするというならよかろう。しめしめ、なんとか楽な内容にするであります。そんじゃま、そんなわけで演習開始あります。あ、その前にこの間の優秀現象のハガキ出しておいよ。早く出さないとあれだと応募期間過ぎちゃうぞ。一方その頃、ブワイブワ暗躍する怪しい影。聞いたぞ聞いたぞ。あ、この方はケロン人の天敵にしてケロロ正体の宿敵バイバー、ニックキケロロ正体名。演習だとちょうどいい、集まっているとこまとめて始末してくれるから。じいさんの弟の嫁のいところ、息子の恨み、今こそ話してくれば。あ、また親戚のバイパーがやってきましたよ。どうする、ケロロ正体。バイパーは、バイパー一族はめちゃくちゃいるんだよね、確かね。ケロロ、ケロケロパニック、ワニワニパニックの匂いがするんだけどな。でもシンクロだもんな。下から出てくるってことかな。地下基地プール。さて、宇宙検証にも応募したことだし、気持ちよくシンクロをナイズするであります。それです、ニュートさん。これは良き修行になりそうでござるな。
し、めんどくせえな。おい、ケロロ。さあ、まずは準備体操であります。またんかこら、またなんでシンクロなんだ。一体ペコボのシネクと何の関係が。ふ、君は前にもそんなこと言っていたね。あ、前のあれは、受け継がれてんのね。いいかね、ギロロ君。これはチームワークの育成。引いてはペコボン心霊を達成する鍵となるのだよ。確かにそれは認めるところではあるが。ま、ぶっちゃけ、ただやりたくなっただけ。なんだよ、ますかね。やっぱり貴様か。やっぱり、ん?やっぱり貴様。貴様やっぱりかか。逆だね。文字を読んでいるところで前と後ろの文章を入れ替えて読んじゃうんだよね。まあ、別に悪いことでないでござるし、とりあえずは奴は無視して始めるであります。貴様という奴は、その時物書きでは、揃っているな、ケロロ初代。今こそ目に物を見せてくれるわ。そんじゃは、全員プールに飛び込みになります。続いて、一斉の。今だ。あ、ジュエミーケ。何?しまった。プールに落ちるから。うわ、俺は水が苦手なんだ。こいつはバイバー。やはりみんな飛び込んじゃったよ。ここは我が家がなんと。なるほど。周りのケロロ正体を叩かないようにバイバーを叩けなのかな。行くぞ。絶対にプールから上がらせないであります。それでは、ゲームスタート。ケロケロパニック。バイパーを撃退するゲーム。下画面のプールから飛び出してくるバイパーだけを狙って立ちしよう。時間内に決められた回数より多くバイパーを撃退できたら君の勝ち。オッケー。完全に言ってることあったね。スモモちゃんだ。待て、バイパー二人同時に出てくるのおかしいでしょ。上の画面気になるな。スモモちゃん人間形態になってるじゃないか。あっちのごめん、ケロ今クルル、あ、ごめん、やったわ。クルル叩きそうって言った瞬間にやったわ。すげえ上のあれ、アイキングなんだよな。俺スモモちゃんみたいわ。ほらほら、あら、まあいいや、とりあえずこうしたね。ゲームクリア。なぜだ、なぜだ。結果発表。金です、金です、やったぜ。ガンキャノン。地球連邦軍が開放した無理説両肩のキャノン砲による中距離支援を目的とし、装甲が厚いがその分機動性で劣る。なるほど、しょうがないね。くわー、これはたまらんから。くそ、今日のところはこれで引き受けてやる。また来るからな、覚えてるからよ。ギロギロギロ、お届けやがいであります。いやー、すっげー若い。一人であのバイパイを撃退しちゃったよ。さすが若い。ケロンスターはダーテじゃないであります。おい、ケロロ。あ、ギロロ、見て見た、若いの活躍。活躍、何を言ってるんだ、ケロロ。お前何をそんなところで遊んでるんだ。お前がいるしシンクロだろうが。あー、見てなかった。だから何がだ。だから我が輩がバイバーを撃退した。バイバー、どこにバイバーがいるって言うんだ。どうせならもう少し、まともな嘘をつけ。マシな嘘か。ちょ、嘘じゃないってなんで見てないのよ。それはシンクロしたからね。たま見てるでしょ。ユドさんごめんなさいです。僕も集中したから気がつかなかったです。てか、本当なんですか、それ。ケロー。トロ、トロロは。そういえば何か赤いものが見えた気もするでござるが。拙者も演技に集中していたでござるからな。てっきりギロロ殿かな。使えねえ、クルル、クルルは。さて、俺も知らねえ、知ってそうだな。そんな、本当に本当なのであります。みんな信じてよ。結局、みんなから信じてもらえないケロロでありました。いや、日頃の声って 大切ですよね。はいよ。じゃあ、続きいくか。ケロケロパニック。やっぱりこれ、レベル3まで越さないといけない感じだよね。は40回スモモでーす。あれ出てくるのが早くなったな。これ潜るまでも多分早くなるでしょ。なんとかフルコンボを目指したいところだ。危ねえ、ギロロ。そろそろもう怒ったぞがやってくるぞ。来た、聞かねえわ。
やフルコンボも何もあれかずっと出てくるのか。なぜだ、避けられん。左手は添えるだけ。結果発表、金です。お見事、センキュー。心の軌道がシャア専用ズゴック、指揮官用のズゴックで元々優秀なズゴックの性能を引き上げている赤い彗星シャア、アズナブルが乗る。レベルを変える。いいね、いいね、いい感じよ。いや、そろそろ怪しくなってくるぞ。あぶねえ、増えたね。無言ですいません。一応頑張って何とか喋ろうとしてるけど、それも結局なんかリアクションだけになってしまうような気がするよ。ごめんなさい、無理です。集中しないと。ちょっと怪しい。あと18回いけるかな。あ、でもゲームはクリアしてる。やった、ギリギリ。あー、ギリギリだね。マジか、これで銀か。きついね。うわ、かっこよき。何これ、ザクレロ試作宇宙用 MA ってなんだ。モビルアーマーか。ヒートナタと拡散メガ粒子砲を持つ。機動性が低く量産はされなかった。まあ動きにくそうだね。マジか。よし、じゃあ一旦区切るかな。ではまた次回以降もよろしくお願いいたします。お疲れ様です。さよなら。